です。それではウィンマーベル岡山調教師にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは春の青いステークスで重賞初制覇を飾って、で休養を挟んで迎えた前走ヒーランドカップで初のコバイ2着という結果でした。改めてこの前走のレース振り返っていただけますでしょうか。はい。そうですね。まあジョッキーも勝ちに行く競馬をしてくれた中で、まあ、筋量差は多少あるとはいえ、その中でも2着という結果を残せたのは、まあ、休み明けというのも考えれば、やっぱり改めて能力のある馬だなということを感じさせる競馬だったと思います。そこから今日までの調整過程を教えていただけますでしょうか。はい。前走後はすぐ見本のトレーニングセンターに戻して、で、まあ、1週間ほどは疲れを抜く感じだったので、楽をさせまして、まあ、思ったよりもダメージも少なかったので、すぐ乗り出しもできましたし、まあ、その後も徐々にこう負荷をかけていく中で、順調に馬も全く問題なく、今週を迎えられたような感じで来ています。今日の追い切りに関しまして、まあ、前に2頭を置いてで1からという形だったと思うんですけれども、はい、テーマを教えてください。まあ、そうですね、やっぱり競馬に向けてしっかり負荷をかけるということをしっかりやりたかったんですけれど、まあ、ちょっと点が入りがだけはちょっと遅くなってしまったんですけれど、それで全体の時計としては70ぐらいで、まあ、ただゴール盤過ぎた後もしっかり乗り手が負荷をかけていましたので、まあ、乳酸値の値とかを見ても今日の、追い切りで負荷は十分かけられたと思います。で今回中山のコース初となりますけれども、このあたりどのようにお考えでしょうか。はい。まあ、馬を見ている限りでは周りは右回りでも問題はないと思いますし、まあ、坂も急坂も走りを見ている限りではなんとかこなしてくれるんじゃないかという感じはしますね。この馬の強みというのはどのあたりにあると考えていらっしゃいますか。まあ、スタートもよくセンスもある馬で、まあ、しかも競馬を重ねていく中でそのためも効くような自在性も出てきたので、そのすごい乗りやすく競馬もしやすいところが一番の、この馬のいいところだと思います。重賞初制覇を飾って、でコバとのレースを経験して、まあ、成長であったり上積みっていうのは感じる部分はありますでしょうか。そうですね、まあ、入級当初から比べると、まあ、入級当初から結構その完成度高い馬だなとは思ってたんですけれど、まあ、それを使っていく中でもさらにこう幅も出てきたし、馬も成長は感じられますし、一戦一戦力をつけてきてるなという印象はあります。今週末のレースの内容に関しまして、前走は前目での競馬でしたけれども、このレースに向けての、まあ、イメージされている理想のレース展開だったりポジショニングというのはいかがですか。まあ、そうですね、まあ、相手もあるので展開次第というところもあると思いますけれど、まあ、理想といえばやっぱり先行して直線抜け出すという形がこの馬の理想な形なのかなという感じはしますね。そのあたり松山公平ジョッキーと何かお話しされているところはありますでしょうか。いや、まあ、前走後松山ジョッキーと話はしないんですけれど、まあ、もう彼もあの馬のことはよく分かっていると思うし、まあ、あとは本番でもうお任せするというかジョッキーに信頼できるジョッキーなんで、もうお任せする感じで大丈夫だと思います。最後に深山調教師、開業4年目で G1 初制覇がかかる一戦となりますけれども、最後にファンの皆様に向けて一言お願いできますでしょうか。はい。まあ、まだ駆け出しの調教師ですけれど、まあ、このような大舞台で出走させることができて、まあ、こうして応援していただけることはとてもありがたいと思いますので、なんとか頑張っていい状態で馬を出走させたいと思いますので、どうか応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。